絶対にやってはいけないトヨタディスプレイオーディオの車両設定。ジャパンカーレスキュー。就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。今日は絶対にやってはいけないトヨタディスプレイオーディオの車両設定ということでお話ししていきたいと思います。なんとこの恐ろしい設定、スマートキーが使えなくなってしまいます。そのスマートキーが使えなくなる設定が簡単にディスプレイオーディオでできてしまいますので、注意喚起としてこちらの動画作成いたします。通常使用する分には必要のない設定かと思いますので、皆さんは設定されないようにご注意ください。ジャパンカーレスキューでは車に関するいろいろな動画を投稿しておりますので、よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速、絶対にやってはいけないトヨタディスプレイオーディオ車両設定ということで見ていきたいと思います。今回はこちらのヤリスクロスを使ってご説明していきます。ヤリスクロスですが、すでにスマートキーが使えなくなる設定が入っております。それではまず、スマートキーでの施錠解錠ができなくなった時は、スマートキーの中にある鍵を使って施錠解錠を行っていただきたいと思います。ここにレバーがありますので、これを引きながら取る。これで簡単に外すことができます。こちらの鍵を使って解錠施錠を行っていきます。これで今施錠することができました。ただしこの場合はサイドミラーは連動して閉じませんし、パンサーバックブザーも鳴らないという風になってます。これで解錠ができました。それではヤリスクロスに乗り込んでいきたいと思います。こちら補足説明で、この時はメカニカルキーを使って施錠解錠しておりますが、スマートキーのボタン操作の方では施錠解錠することができるようになってます。ただし、ドアハンドルを握っての解錠、ドアハンドルの二重線部分を触っての施錠はできなくなっております。エンジンをかけていきたいと思います。ただし、こちら、スマートキーをただ持っている状態ではエンジンがかかりません。やってみます。全くエンジンがかかりません。この場合は、他社のスマートキーでも同じなんですけれども、このスマートキーをパワースイッチに近づけます。ピーッと音がしましたので、これでブレーキを踏んで、これでエンジンをかけることができました。実はこのスマートキーを使えなくする設定が簡単にディスプレイオーディオでできてしまうので、そちらをやっていきたいと思います。ディスプレイオーディオの中のメニューを押します。そしてメニューの中の設定編集、こちらの下向き矢印を押して、車両設定、この中の車両カスタマイズを押します。そうするとドアロック設定、エアコン設定、ランプ照明設定と出てきますが、この中のドアロック設定を押します。そうするとスマートエントリー&スタートシステムが今はしないという状態になってます。こちらをするにします。これで一度エンジンを切ってみたいと思います。この設定のスルーしないによってスマートキーを持っているだけでブレーキを踏んでパワースイッチを押せばエンジンがかかるようになります。なぜこのような設定があるかと言いますと、電波が及ぼす影響について
スマートエントリー&スマートシステムアンテナということで説明書の方に記載されております。植え込み型心臓ペースメーカー、植え込み型量心室ペーシングパルスジェネレーター、または植え込み型除細動器を装着されている方はアンテナから約22センチ以内に近づかないようにしてください。電波により植え込み型心臓ペースメーカー、植え込み型量心室ペーシングパルスジェネレーターおよび埋め込み型除細動器の作動に影響を与える恐れがあります。植え込み型心臓ペースメーカー、植え込み型量心室ペーシングパルスジェネレーター、または植え込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与える恐れがありますということで、こういったことを防ぐためにですね、この非作動にするという設定が入っております。ですので該当する方はトヨタ販売店にご相談いただいたりですとか、スマートエントリー&スタートシステムをしないに選択していただくといいかと思います。ただしこちらのスマートエントリー&スタートシステムの設定なんですが、ヤリスクロス、アクア、ラブ4といった最新のタイプではないトヨタのディスプレイオーディオで車両設定できるようになってしまっています。それよりも後に新型となって発売されました新型ボクシー、シエンタ、プリウスといったような車両に関しましてはですね、こちらの設定ディスプレイオーディオでできなくなっております。トヨタコネクティッドナビの方が搭載されている車両に関しましては、こちらの設定がトヨタ販売店でしかできないように改良されておりますので、いつの間にかこの設定を入れてしまっていたというケースはないかと思います。以前ヤリスクロスのエンジンがかからなくなったということで結果出動した際にですね、実はこの設定を間違って入れてしまっていたというケースがありましたので、そういったことができないように最近のトヨタコネクティッドナビの方ではこの設定ができなくなっております。ではもう一度車両設定のおさらいをしていきたいと思います。こちらブレーキを踏んでエンジンをかけます。今はキーレスエントリーシステムがオンになっている状態です。それではメニューの中の設定編集、下向き矢印をして車両設定、この中の車両カスタマイズ、ドアロック設定、スマートエントリー&スマートシステム、こちらを市内にします。そうするとスマートエントリー&スマートシステムを非作動にしました。ドアを解錠施錠するには電子キーのワイヤレススイッチをご利用ください。始動するには電子キーでスタートスイッチに触れた後始動操作してくださいということで、警告は一応出るんですけれども、これがスマートキーが使えなくなるという風に理解するには、ある程度車のことを知っていて、分かっていればこれが一体何のことなのかと分かるかと思うんですけれども、ドアロック設定と書いてあるのであんまり分からないでそのまま OK を押してしまうこともあるかもしれません。きちんとこちらの設定を理解した上でしない場合はご利用いただくといいかと思います。通常使う場合はするにしておくと思いますので設定は戻しておきます。以上、絶対にやってはいけないトヨタディスプレイオーディオでの車両設定でした。この設定ディスプレイオーディオで他の項目と並んでいて簡単に設定できてしまうものですので、通常の使用をしたいという方はこのしないを押さないようにしてください。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。動画見てくれておおきに。ほなねー。